どうも、島育ちのサッカー選手って天才のイメージあるよね。でおなじみレオザフトボールでーす。さあ始まりました、ニュースザフットボール。こちらの動画は世界中のサッカーニュースを私レオザフットボールが独断と偏見でランキング付けをさせていただいてコメントをするといった、そういった動画になっております。本日も早速行きましょう。第5位、シメオレ、アトレティコの時代は終わったのか、失点数が2倍、トップ7には未勝利と、散々な結果に。というわけで、シメオレ率いるアトレティコは、堅守がキーワードだったが、今季はここまで16失点を喫している。さっきは現時点で8失点だったため、失点数は倍に増えていることになる。これね、もうシーズンね、半ばを折り返して16点で、失点数増えてるって言われるのもすごいなって思いますけどね。去年までが、もう2試合で1点取られてたかどうかみたいな、そんな状況ということで、今までが凄すぎたっていうことだと思いますけれども、あとですね、得点の方がさっきより7点多く奪っているが、失点が多いため勝ち点を伸ばせてないっていうふうに書いていますね。そして、アトレティコは7位以上のチームとの対戦で勝ち点にしか拾えていない。レアルマドリードには0-3でボコボコにされ、ニュースでボコボコにされとか書くんですね。セビージャ、レアルソシエダ、ビジャレアルにも敗北。バルセロナとアスレチックビルバートは引き分けており、上位陣との6試合ではまだ一つも勝てていないというわけで、まあ、今シーズンに関してはですね、フィリペ・ルイスが怪我で離脱した部分もありますし、今はオブラクが、長期離脱してますね。あと、昨シーズンちょっと地味なんであまり話題に上がんないんですけど、アウグスト・フェルナンデスというですね、ガビとダブルボランチを組んでいた選手、この選手が長期離脱をしていまして、コケをですね、インサイドハーフといいますか、センターハーフに使って、サイドにですね、カラスコだったり、ガイタンと、サウル使ってっていう感じにしたら、ちょっとですね、守備が弱くなっちゃったんですね。これ戻して、真ん中にですね、もともとセンターバックのホセ・ヒメレスを使ったんですけど、対人とかね、そういうセンターバック的な能力は強いのかもしれませんが、やっぱり中盤で危ないスペースにですね、いち早く動いて守るっていう能力は、僕が見た試合だとあまりないように感じました。なんでですね、今、シメオネ監督、ちょっとね、やりくりするための駒、なんか、敵にいそうな人はいるけど、実際に使ったら微妙に当てはまってないみたいな、そんな状況が続いてるように見えます。そして何よりもですね、やっぱり苦しいのはフォワードですね。グリーズマン以外がちょっとパッとしないっていうところで、やっぱりフェルナンド・トーレスっていうのはちょっと使いどころを選ぶ選手でして、ガメイロも頑張ってくれるんですけど、欲しい時に得点を取れないっていう、感じが目立ちます。なんでですね、このチャンネルで前に言ったカラスコのセンターフォワードコンバートっていうの、これですね、実際にシメオネ監督やってくれたんですけど、やってくれたって別にね、見てくれてるわけではないんですけど、やった試合の後にですね、すぐ怪我をしてしまったっていうのもありまして、最近復帰したんですけど、まだですね、ちょっとコンディションを持ち直すのにちょっと時間がかかるっていう、状況みたいですね。なんでこのカラスコがね、センターフォワードとして覚醒するかっていうのも大事だと思うんですけど、試合を見ていますと、やっぱりグリーズマンがですね、守備にめちゃくちゃ頑張るんですよ。ほんとね、右のサイドハーフ、左のサイドハーフ、セカンドトップ、もうワントップのフォワードとか、いろんなポジションで、その時その時でですね、必要なところに、シメオネ監督が当てはめて、いる状況なんですけど、一時期のね、ユナイテッドでのルーニーみたいに、ちょっと便利屋的な、何でもできる分ですね、得点から遠ざかるみたいな状況になっていまして、ここからのグリーズマンの使い方がどうなるのか。僕はですね、バルセロナのファンなんで、アトレティコと戦った時に、コレアがすごくいい選手だったんですよ。コレアがですね、ボールキープするのだったり、すごく上手い選手だったんで、守備もしていましたし、なんでそういったところで、コレアがですね、もうちょっとグリーズマンのですね、そのゴール以外の仕事を受け持ってあげて、グリーズマンにね、ちょっとストライカーとして集中できるような、環境にしてあげれるような、そんな選手としてプレーできたらなっていうふうに思ったりとかします。シメオネ監督なら、また新しいね、もう最適解を導き出すと思いますんで、このね、ちょっと苦境のアトレティコ・マドリード、まあね、失点数16でやばいって言われてるね、このシメオネの功績がすごいって思うんですけれども、ここから注目だと思います。では行きましょう。第4位、ヤヤトレは中国行きを断固否定、移籍する選手を金目的とも指摘。というわけで、ヤヤトレのコメント、このように出ています。僕が中国に行くかって、行くわけないよ、僕はまだ若いからね。そうだろ、僕はヨーロッパでプレーしたい。ちょっと冗談っぽく言ってるんですかね、34歳なんで。できればイングランドでね、まだあと何年かはヨーロッパでプレーしたいんだと自分の将来像を語った。そしてですね、イングランドに残るというのは僕の考えだ、いつも言っていることだけど、もし僕が中国に行くことになったら、最終的にイライラしてくることになるだろう。サッカーを好きだからプレーするのか、あるいはお金が欲しいからプレーするのか、目的は何なんだったね。
僕はただサッカーがしたい。なぜなら楽しいし、プレーすることが好きだからさ。チームメイトの助けになりたいと思っているし、大物選手やビッグクラブと対戦できることも楽しみなんだ、というふうに、語っています。またイブラヒモビッチのことも言っていますね。彼を見てくれよ。彼は35歳だけど、多分まだまだプレーするだろう。あと3年はいけるかもしれない。彼は僕と同じメンタリティを持っている。彼はビッグプレイヤーであり、サッカーを愛している王様だ。サッカーが何よりも先に来るのさ、っていうふうに語ってますね。まあ、イブラヒモビッチとヤヤトレが同じメンタリティかって言ったら、そういうふうには全然見えないですけど、イブラの方が相当強いように、見えますけどね。それで、サッカーね、楽しいから、もうサッカーの楽しさのためにプレイしてるって言うんですけど、それがですね、プレイに現れてて、疲れてきたり楽しくなかったりとかするとですね、結構プレイが散漫になるっていう、ね、こういった言動一つ一つがちょっとプレイに現れてて、まあ、サッカーを見ると人の性格わかりますし、性格を知るとサッカーでのプレイがわかるっていう、そういった面白いところあると思います。ヤヤトレですね、運動量が落ちてきて、守備の時のインテンシティといいますか、こう切り替えの速さだったり、そういった部分がちょっと足りないのがちょっと目立ちますね。そういったところでプレミアでやり続けられるのか、僕はですね、2017年、今年の夏に、ヤヤトレの契約が切れるそうなので、そうなるともうビッグクラブは難しいなっていうふうに思います。アンカーに置くには、最近のプレー見てわかるように危険すぎますし、前に置くには動き直しだったり、ちょっとですね、遅すぎますね。そういったところでプレミアでやるんだったら、もしかしたらボーンマスとか、そういったですね、ベテランを重用する、アケがですね、チェルシーに戻って、その後テリーを取れるとしたら取りたいって言ってたエディハウ監督なんで、そういったベテランの経験だったり勝者のメンタリティを欲しがると思うんですね。なんでそういったところでウィルシャーがアーセナルに帰った後に、そのポジションにトゥレが来るっていうのはありかなっていうふうに個人的に思いますし、僕はですね、ヨーロッパでやるんだったら切り替えがちょっと遅めのセリエ A とか、そういうところで、まあ、ミランとかがね、もしかしたら狙ってくるかもしれませんけど、今後のエアトレのそういった動きに注目していきたいと思います。では行きましょう。第3位、ドルトムントにニューイブラ降臨、ブンデスリーガへの挑戦を決断ということで、もうね、レアル入りが決まったと思ってこの間動画で言っちゃったら、こんな風にですね、ドルトムントが横からかっさらっていったという形なんでしょうか。こちらですね、ドルトムントのスポーツディレクターミハエル・ツォルク氏は、クラブ公式ホームページを通じこのようにコメントしています。イサクについてです。彼は豊かな才能を持つストライカーだよ。欧州の複数のビッグクラブが狙っている逸材だから、彼がこのクラブを選んでくれて嬉しいねっていう風に、言っていますね。もう黒いイブラとかいう風に呼ばれていまして、まあ長身なんですけど、非常にテクニックのある、選手ですね。プレーを見た限りですと、ちょっとですね、ボールがないところ、オフザボールの動きがちょっと不安なのと、あとですね、ボールを持って前を向いてドリブルで仕掛ける場面はたくさんあったんですけれども、ちょっとポストプレーとかのシーンがなかったので、そういったところで、同じような選手なのか、またですね、ドルトムントがアドリアン・ラモスを中国に放出するんで、この選手を取ったっていう風に言われてるんですけれども、同じような働きができるかどうか、最初のうちは苦しむんじゃないかなっていう風に、個人的には思っています。またですね、調べたらアドリアン・ラモスまだ中国移籍決まっていませんでして、移籍金は18億以上になるだろうっていう風に言われているんですけれども、このね、イサクを獲得したっていうのが公になると、中国から取れる移籍金が少なくなっちゃうんで、これを先に発表してるってことは、アドリアン・ラモスのね、もう移籍はほぼ確定なんだろうなっていう風に思います。ちなみに噂だと、このイサクがドルトムントを選んだ理由、レアルとか他のクラブよりここを選んだ理由としては、戦力として、即戦力として考えられてるからっていう風に言われていますね。レアルマドリードとかは、レンタルで他に出そうとしてたみたいなんで、そうなるとやっぱり出番がね、たくさん与えられて、ちゃんと戦力として数えられるところを選んだのだろうと。まあ、今後は注目していきましょう。では行きます。第2位。モーリーのボールボーイを全員首にしていた、ボールを渡すのが遅いということで、今までですね、マンチェスターユナイテッドのボールボーイはですね、マンチェスターユナイテッドファウンデーションに所属する子供たちが選ばれていたが、現在は下部組織であるアンダー16マンチェスターユナイテッドのメンバーが務めていると。これは非公表だったんですが、モーリーの自身が明かしたらしいですね。これリバプール戦から全員交代させたそうです。これですね、賛否両論あると思うんですけど、僕はすごくいいことだと思いましたね。モーリーの、過去に所属したクラブでですね、取材してた方の、記事をですね、日本人の方が訳してくださった、このね、コラムなんかを読みますと、自分がですね、監督に就任して、その後退任した後も、自分のメンタリティが残る、そのクラブに勝利のですね、メンタリティを植え付けたいっていう話をしていまして、そのメンタリティっていうのは、とにかく試合に勝つことだけを考えると、もうベンチに誰が座っていて、相手のですね、テクニカルエリアに誰がいてとか、そういうことは気にしないと、もうそんなん考えなしに、今は自分たちが勝つための最善の手段を考えるっていうのが、そのモーリーの哲学でして、それがチェルシーとかインテルでは浸透したっていう話をしていたと思いますし、レアルマドリード時代はその哲学
学を浸透させたいモーリーニョと、ジェネラルマネージャーとしてチームを統括していたホルヘ・バルダーノ、この二人の対立が、すごくあったっていうふうに言われています。なんでですね、今ユナイテッド、このねファーガソンからちょっと、このモイズとかファンハーで、まあ悪い言葉使いますとダメになっちゃったところをですね、もう一度、クラブのメンタリティを変えようとしている、そういった状況だと思いますんで、その一番徹底している部分がこういったですね、ボールボーイを全員クビにしているっていう、そういったところだと思いますんで、今後のねユナイテッドの、復活といいますかね、このメンタリティがまたファーガソン時代のように本当の意味で赤い悪魔になるのを期待していきましょう。では最後いきます。第1位、乾隆、ついにメッシと対戦、試合後にツイートした感想は、ということで、先日ですね、僕バルサ対エイバル戦の話しましたけれども、この試合ですね、エイバルのスタメンの左サイドで出ていた乾選手がですね、試合後にこのようなツイートをしています。やっぱりすごかった、レベルが違うけどちょっとでも近づけるように努力します、落ち込んでる暇はない、頑張る、というわけで、この試合ですね、乾選手頑張っていたんですけど、バルセロナね、最終的には 4-0 で勝利しましたんで、その壁の高さをすごく感じたんだと思います。僕試合見てた感想ですと、エイバルですね、非常に高い位置からプレスをかけていて、そのねホームのピッチの、狭さとかもですね、いい効果を生み出してバルセロナを苦しめていたんですけれども、失点したところからね、ちょっとプレス弱くなっちゃったりとかしていました。そういったところでやっぱり速いプレスからの攻撃ですと、乾選手の左サイドを経由しないで攻めるっていうパターンが多かったりですとか、あとバルセロナが当然ボールを持つ時間が多いんで、守備に追われる場面が、結構増えてきまして、なかなかですね、いつものようにサイドから仕掛けて違いを作るっていうプレーはできていませんでした。で、何よりですね、このエイバルっていうチームがですね、やっぱりあのサイドチェンジはあまり多用するチームではないので、右サイドで作ってる時に左サイドの乾選手とかあまり見てもらえないっていう状況で、かといって中に入ってきて乾選手がですね、その小さい、体でですね、違いを作れるかといったら、そういったわけじゃなかったですね。なんで右サイドから、クロスが入ってくる場面とか、結構乾選手が中に飛び込んでもいいんじゃないかなっていうところで、外でポツンと待っている状況がありまして、ああいったところで 4-2-3-1 のサイドアタッカーですと、どうしてもですね、このボールがある逆サイドでこうワントップの選手を助けるように入ってくる、先ほどのトークザフットボールで言ったマンジュキッチのような動きだったり、日本代表で言うと香川とか長友がこっちでねボールを持った時に、昔のねザックジャパンの頃の、岡崎とかが入ってくるみたいなのが必要になってくるんですけれども、乾選手はねまだドリブラーで、ちょっとプレーのね種類が少ないといった感じがそこ出ちゃっていまして、ちょっとね、バルセロナ相手に苦しめれる存在じゃないと。なんでそういったところで得点もあまり取れないんで、試合の終盤で点が欲しい時にベベだったりとか、そういったね、交代選手と変わっちゃうのは、まず最初は乾選手っていう感じになっちゃうんですよ。なんで、アトレチコマドリード戦みたいにね、スペースのある状態でボールを受けてブルサリコと1対1抜きまくるみたいな、そういったのがバルサ戦見れなかったんですけれども、今後ですね、そういった風に、プレーのですね、種類をどんどん増やしていければ、今度はですね、中で待ってて違いを作って、外の選手が中入ってきて、今度外行ってまた自分の得意なドリブル出すみたいな、そういったですね相乗効果生まれると思いますんで、乾選手めちゃくちゃ努力家らしいんでね、ここからまた乾選手が1段階2段階レベルアップして、今度日本代表に戻ってきても、レギュラーになっているような、そんな存在になるのを期待したいと思います。といったわけで、今回のニュースザフットボールいかがだったでしょうか。1万人登録者まであと少し、コメントいいねお待ちしております。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。他にもレオザトゥーフェイスの音楽とか、レオザゲーム TV のゲーム実況、こちらも気になるよという方は下のもっと見るから、ぜひ。